真島さん、ここで目玉失ったのか。あ、第三部、谷村正義、正義正義かな。カムロ町のダニー一生。ちょっと3月8日12時答えろ。なんでお前あの日スカイファイナンスの前の現場にいたんだ。遠見懐かしいな。顔にお前の指紋がべったりくっついていた。死体に素手で触れるデカがいるが普通。おいてめえ、俺の話聞いてんのか。聞いてんのか。聞いてんだよし来い。なんだお前。おこいつ何聞いてやんだ。てめえ、こんな時に競馬か。競馬たくどうなってんだよ。生活安全かよ。まあそう目くじら立てないで。ああ、もういいですか。時間ないんで。時間だ。谷村はね、PS3 版の竜が如く4とキャラが変わってるんだよね。顔人声も。何を嗅ぎ回ってるのか知らないが、妙なことに昔は本物の俳優使ったんだけど、これは違うな。お？なんだ。何見てんだ。いや別に。ご忠告どうも。どこ行く。見回りですよ。ケイラは生活安全課の基本ですから。何が見回りだ。どうせ違法営業店を脅して口止めに賄賂もらったりしてんだろうが。まあご想像にお任せします。それじゃ。生意気者だな。円形の前でダニが。へえ。谷村君、ちょっと谷村君。よかった追いついて。何どうした。課長こんな人が課長か。ただの警備員かと思ったよ。どうしたんですか課長。どうしたもこうしたもないよ。昨日君ケイラ中にカムロ町の雀荘いたでしょ。あ、行ったような。困るんだよね、職務中に正々堂々と麻雀なんかしないでよ。はあ、まあクイ被災なんていう人だこれ。さっき君に何万も取られたって人から通報があってさ、ちょっと対応に困ってるのよ。誰ですかその通報してきたってやつは。教えられないよ。君に教えたらその人捕まえて仕返ししちゃうかもしれないでしょ。とにかくちょっとはこっちの身にもなってよ谷村くん。君がそんなんじゃ君の父さんに顔向けできないよ。え、お父さん。お父さんも刑事？君を生活安全課に引っ張ったのは僕なんだからね。すみません。それじゃ頼んだよ。課長か。全然課長に見えないな。ん？密告者を探せ。さてと、警察に垂れ込んだやつを見つけ出すか。まずは雀荘に行くとしよう。いやー、三章っていうか第三部は谷村か。やっと昼間になったね。西島さんの時はもうずっと夜なんだし、地下ばっかりだし、なんか暗いんだよね。やっと太陽を見れるっていうか、おー、谷村の時、またこれ、メニューの色が変わってるね。へぇ、能力。なんだろう、こいつの。こいつのバトルスタイルって何なんだ。携帯持ってる。ん？
ナオミ、ナオミの勘、あーボブ宇都宮ね本当にね、冴島さんのこのサブストーリーまだ続きがあるんだよ。この姉と弟まだ2なんだけど、500万稼がなきゃいけないのに、まださ、ボディーガードと、あそこの用心棒とボディーガード2つしかやってないんだよね。だからまだあるんだけどね。こうやって冴島さん編終わったのか、もしかしたら、主人公4人、の部全部終わったら最終章っていうのがあると思うんで、その時に主人公切り替えてできるかもしれないね。まあ、とりあえずもう今は何もできないってことか。コンプリートもね、この仙人のお手伝い、本当に最初の1回しかやってないんだよ。だから動画撮ってない時に、ちょっと時間あったらね、こういうのをやっとこうかなって思ってたし、あとこの、なんだ、そう、格闘家を作ろうってやつも、全然できてないんだよ。あ、これ警察無線トラブル解決バトルっていうのは多分、こっちなんだよね。この人なんだよね、谷村の。まあ、とりあえずアイテムも今ね、何もない。所持金2万5000円いやー、まあ、とりあえずまっすぐね、メインストーリー発生させた方がいいんだよね。また負けたよって学生風の男、あー、また負けちまったよ。もしかしてまた麻雀、そこにある六雀荘だっけ。うん、そう、徹夜で麻雀やってボロ負けだとショックでかいよな。でもまたやっちゃうんでしょ。そうなんだよな、2、3日したらまた遊びたくなるんだよな。何の話、いきなり雀荘から始まるのか。こいつ何見てんだ、近代麻雀杯サラリーマン。そこの雀荘で近代麻雀パイはいっていう麻雀の勝ち抜き大会やってるんですよ。まあ知ってるけどね。川村町一番の雀士を決める大会だそうですよ。腕に覚えがあるなら参加してはどうですか。あんたは参加しないのか。実は一度参加したんですよ。でも一度も最下位から抜け出せなくて、いやー強かったなあ。そうか、じゃあ俺に任せる。じゃあとりあえずまあ雀荘行こう。ここで何聞いてみようか。ちょっといいかい。ああ、これは谷村さん、今日も麻雀やっていきますか。いや、今日はそういうわけじゃない。昨日俺が遊んだ時のメンバー誰がいたかわかるかい。確か一人見慣れない人がいましたね。多分昨日初めていらしたお客さんだったと思いますよ。他のメンツは、そこで打ってる2人の常連さんでしたよね。ああそうだった、思い出したよ、ありがとうな。どういたしまして、何があったんですか。いや何でもない、気にしないでくれ。そうですか、へえ。じゃあこいつらに話聞けばいいのか。ちょっといいか。あ、谷村さん、昨日はひどい目に遭いましたよ。また僕らからむしり取りに来たんですが。いやそうじゃない、単刀直入に聞くが、お前チクったか。チクった何をです。昨日のことだよ、秘書に通報したかどうか聞いてるんだ。谷村さん、あんたに大負けしたの初めてじゃないっすよ。今更チクるわけないっしょ。それに、そんなことしたら、ただじゃ済まないこと分かってますよ。なあ。そうそう。俺も昨日は谷村さんに大負けしたけど、チクるなんて恐ろしいことできないっすよ。そうか。あ、でも同席したもう一人、あいつなら考えられるかもしれませんね。あ、確かに金に困ってたからな、負けたこと根に持ってたかもしれないな。なるほど、でそいつはどこにいる。あいつなら、おっと待った、なんだ。谷村さん、これは警察の仕事と関係ないですよね。ただじゃ教えられないですよ。お前らもうふざけんなよ。なるほど、昨日の負けを少しでも取り返すチャンスっすね。おいおい。
さあどうします。くそー、わかったよ。何が望みだ。いや、後が怖いから大したことは望まないですよ。この雀荘の景品で銀の皿が欲しいんですよ。こいつと俺の2枚分。足元見やがって。わかったよ、銀の皿2枚だな。へへー、すいませんね。欲しいのはあくまで景品なんで、麻雀で勝って点数稼いでもいいですし、点数を金で獲得してもゲットできますよ。あー、いきなり麻雀やれってことか。2万5000円でしょ。あ、聞いたよ、景品が必要なんですね。ああ、銀の皿を2枚だな。くれるのかい。それはちょっと勘弁してください。お前ら、どいつもこいつも。ただ、あくまで点数と引き換えで交換する景品なので、麻雀に勝ってもいいですし、点数をそれだけ購入して交換もできますよ。麻雀で勝てそうにない場合はどうぞ点数を購入してクソのまま交換してください。ふむ。あ、そういえば谷村さん、隣の質屋で偽の銀の皿って売ってるんですよね。何に使うんでしょうね。へえ、ちょっと待って、じゃあ隣の質屋ちょっと行ってみよう。あそこの質屋でね、よく売るんだよ。そこで買えるのかな。2万5000円でいけるかな。谷村はかっこいいね、なんか。いらっしゃいませ。買いに来た。銀の皿、お、偽の銀の皿。え、これでいいんじゃない。200円でありがとうございました。こんなことしていいのかな。ちょっと試しで行ってみよう。ちょっと雀荘戻って。いや、それは知らなかったな。お前ら。あ、谷村さん、銀の皿2枚用意できました。用意できた。ああ、ここにある。ちょっと待ってくださいよ、これ偽物じゃないですか。ああ、そうだよ、別に本物のクレットは言われてないぜ。きったね、それでも警察官かよ。さ、約束を守ったんだ、教えてもらおうか。いいんだこれ。ひでえな。わかった、わかりましたよ。マジで。昨日一緒に、麻雀打ったやつ、確か飯田っていう名前だったと思います。そうそう、飯田っす。俺らも親しいってほどじゃないっすけどね。で、そいつ仕事とかやってなくて、普段は七福パークにいるって言ってましたよ。七福パーク、七福通りにある駐車場か。そう、それです。何やってるかはよくわからないんですけど、何か、そこで金稼ぎしてるらしくて、ちょっと金ができると雀荘とかに来るらしいです。そうか。昨日谷村さんが帰った後、あいつがん、あいつかなり怒ってましたからね。ただじゃ済まさないって言ってましたし。そうそう、俺らが引くぐらい怒ってましたよ。体でかいやつでしてね、それがあんなに切れてたんで、俺たち関わるのやめとこうって。とまあ、俺たちが知ってるのはこんなところです。わかった。チクったのはその飯田ってやつに確定のようだな。七福パークに行ってみる。ええ、谷村さん、また麻雀打ちましょうよ。今度は負けませんよ。わかった。またむしり取ってやるよ。偽物のやつでよかったんだ。200円で解決。じゃあそしたら、もうまっすぐ行った方がいいね。とりあえず今までの流れだと寄り道しないで。警察がいる。おいおい、は？今は特別警戒中だ。用がないなら邪魔だから早く切ってくれ。おい、俺も警察だぞ、ふざけんな。まあ寄り道できるけど、多分まだそんなサブストーリーもできないと思うんで、まあまっすぐだな。こいつがまた経験値もらえるやつだね。おお、何？英会話学校の外国人講師。おお、あなたこの前見ましたよ。私の知らない言葉で事件解決してた。あなた一体いくつの言葉知ってるの？アジア外のに通じている男、
谷村は生い立ちとその職業柄が相まってアジア家の言葉に堪能です。ってことはアジア街入れるの？さらに中華料理店故郷の面々つらつらと家族同然の付き合いがあることもあり、谷村だけが故郷をアジトのように使っています。谷村は警察官であると同時にアジア街の住人という側面も持っています。じゃあアジア街入れるんだ。アジア圏ほとんど？マジで？それならこの町の誰とでも話せるね。HP 低っ。ちょっと待って、低くね。そうなんだ、アジア街に入れるんだね谷村は。これか。はいはい、まあ、ちょっととりあえずこの駐車場の中に、お、こいつか。おいあんた、おお挑戦者か、よく来た。何？あ、殴ってみろやか。違う？じゃあこれは桐生さんの時やってたな、3で3000円。いやちょっと待って、やらねえよお前、俺覚えてないのか。あ、こいつか、飯田ってやつ。あ、あんた昨日の、ああそうだ、思い出したか。ちょっと聞きたいことがあるんだがいいか。ふざけんな、俺は何も知らねえよ。俺はチクってなんてないねえよ。まださ、何も喋ってないのにチクってなんて、お前自分から言ったな。お前バカだろ、自分から言ってんじゃねえか。どうやらちょっと痛い目見てもらう必要があるようだな。それなら話が早い、できるもんならやってみな。なんだと？できるもんなら俺を倒してみろ、そしたらあんたの好きにするがいい。いつもはアウトボクシングスタイルだが、今回はインファイトスタイルで殴り倒してやる。思う存分拳を叩き込んでやるぜ。ああいいだろう、ぶちのめしてやる。それじゃ試合開始だ、かかってこいや。これ何、チュートリアルのやつかな。おお、敵の攻撃に合わせて、ちょっと時間制限がある。おお、さ、ちょっと待って、こうか、こうか。合わせてやるんだね。ああなるほど、タイミングはめっちゃ重要だな。あとは残りの敵を撃破。谷村の、おお、なんか強そうだけど。なんか強そうだけど、ユーア、レベルアップ、これでよかった。谷村かっこいいな、なんかね。書いた。何が倒してみろやだってね。くそー、どうだまだやるか。すいません、もうしません。ああ当たり前だ、お前なんで俺のことチクった。俺このカムロ町で長いこと殴ってみろややってるんですけど、毎年挑んでくる人がいるんですよ、グレーのスーツのこわもての人。グレーのスーツって言ってる時点でもキリュウさんだよ。もうそりゃ毎年来るんだよね。毎年その人に負けてしまって、俺もその度に鍛え直して挑むんですけど、歯が立たなくて。で、息抜きを兼ねて始めた麻雀に思いのほかハマってしまって、しかも自分で言うのもあれですけど結構強くて、いい気になってひょっとして俺こっちで食っていけるかもって思ってたところにあんたが現れたんですよ。そしたらそれはもうめちゃくちゃに負けて、殴ってみろいやだけじゃなくて麻雀でもうまくいかないって思ったらカーッとなって、あとはもうその勢いで警察に電話を。覚悟できてますよ、煮るなり焼くなり好きにしてください。はあ、もういいよ、
え？もういいって言ってんだよ。別に俺をはめるつもりじゃなかったらしいな。それにまあ殴らしてもらったからな、それでチャラにしといてやるよ。ありがとうございます。まあこれから気をつけろよ。また俺をチクったりしたら今度は許さねえからな。はい、もちろんです。やれやれ、まあ気が済んだからよしとするか。ん？あ、谷村のバトルスタイルね。へえ、次はどこ行けばいいんだ。とりあえず能力強化できるんで適当に最初はね強化しとこう。こんなもんか。あ、街でもぶらつくか。じゃあちょっとぶらついてみる。いきなりまたなんかあった。ん？お、無線か。あれが無線ね。本庁より入電。劇場前広場に喧嘩騒ぎとの通報あり。現場付近の捜査員は直ちに現場に急行せよ。へえ。やれやれ、この街は細かい事件が尽きないね。現場に近いし向かってみるか。何すんだ今度は。負けたサラリーマン。すみませんでした。チンピラ、てめえ俺に喧嘩売っておいてこれで済むと思ってんのか。さっさと慰謝料払いっこら。おいおい、その辺にしとけ。今こっから消えるから。ん？消えるなら見逃してやるから。あ、何様だ、文句あるみてえだからぶっ飛ばしてお前から慰謝料もらってやるよ。お前警察に喧嘩売ってんの、お前あ？舐めてんのかお前。これ何、また、あ、チュートリアルじゃないんだ。え？おー、今極みまだ使えないや。極み使えないね。ねえ。ねえ。あ、これね。おお。もう一回ちょっとやってみよう。うーへい。なんだろうな。チュートリアルって1個しかなかった？うわ、つえ、てめえ何者だ。俺は河村署の谷村ってもんだ。なんだ、殺だったのかよ。ほら、さっさと消えな。お前みたいな小物捕まえても俺に何のとこもないし。くそ、わかったよ。ありがとうございます。助かりました。ああ、たまに、たまたま通りかかっただけだし、気にしないでいいよ。ただ、あんまり無茶はしない方がいいね。はい、わかりました。ご迷惑をおかけしました。気をつけます。これで一段落だな。ん？赤石？誰？あー、もう片付いてしまったようですね。誰？え？誰だお前？あんたは？申し遅れました。私、カムロの盾かな。代表の赤石と申します。カムロの盾？ああ、この辺りで治安活動してるボランティア団体のことか。はい、我々をご存知でしたか。はじめまして、谷村さん。帽子だっせ。何羽毛入ってんの？ん？なんで俺のこと知ってんの？団体の活動を行っているうちに、この辺りの警察事情にはすっかり詳しくなりました。あなたの噂も、金がね、受かっております。どうせいい噂じゃないだろうけどね。いえいえ、それにしても見事な手際でしたね。先ほどのトラブル解決、誰よりも早く駆けつけ、迅速に勝利されていました。たまたま無線が入って近くにいたから片付けただけだよ。我々は川村町の治安維持ボランティアとして、何努力しております。しかしこれだけの大歓楽街です。トラブルの数も半端ではなく、隊員を総動員しても全てをカバーしきれません。まあそうだろうね。しかも理由や目的は分かりませんが、最近は我々の活動を組織的に妨害する連中も出てきています。もともと安全な活動ではない上に、そういった明確な悪意やある妨害されまでされて、最近は活動に支障を、
来たすほどメンバーが減少してしまっています。妨害ね。そこで谷村さんにご相談があります。我々の活動にご協力いただけないでしょうか。え、いや、まあ治安維持は俺たちの仕事でもあるけどさ、ちょっとあんたの団体に入って活動するってのは。いえ、カモノタネに所属していただかなくても結構です。我々としてはより安全なカモノ町を目指して、先ほどのようなトラブルは少しでも解決していきたいと考えております。そのためには谷村さん、あなたのようなカモノ町を知り尽くした警察の方のご助力が、必要なのです。あなたが解決したトラブルの数に応じて我々の活動資金がからお礼を差し上げます。へー。それから申し上げにくいのですが、噂では谷村さんは何かとご入り用だとか。謝礼金はそれなりの額を用意させていただきます。悪い話ではないと思いますよ。なんか気になるな。何でしょう。いや、だってさ、あんたたちって要はボランティアで活動をやってるんでしょ。ええ、そうです。じゃあさ、なんで謝礼金なんか出せるんだよ。え、普通ボランティア団体ってのは結構カツカツで活動してるもんでしょ。バックに強い組織でもあれば話は別だけどさ。それはまあいっか、俺にとっては一つの損しない話だしね。ありがとうございます。ご協力は谷村さんの気が向いた時だけで結構です。我々は強制することは何一つありませんよ。ああ、わかったよ。無線を聞いて気が向いた時だけな。本当ですか、ありがとうございます。俺はあんたからもらえばいいのかい。はい、私はここ劇場前広場に大抵いると思いますので、何件か解決されたら私までご連絡ください。解決した時に俺で個人的に報酬もらうかもしれないけど、それでもいいのかい。はい、問題ありません。はいよ、了解。本当に大変助かります。ではよろしくお願いいたします。まあ彼らが本気でカモノ町のために活動しているのは事実だし、たまには手伝うのもいいか。いきなり出たね、警察無線ってやつ。お、電話来た。なんだ、もしもし、超、ああまーちゃん、ちょっと厄介なことがあってね、話があるんだけど店に来てくれないかな。ああ、わかった。悪いね、じゃあ待ってるよ。超さんか、また何か引き受けたか。張さんの店、中華料理店の故郷は太平通り東から行くのがいいね。なるほどね、故郷へ向かい、これもメインストーリーだね。そっか、じゃあちょっととりあえず行った方がいいね。行ってみよう。